せーの、ゴッドトップ10です。僕たちこの人がです。ワオって言ってた。この人がです。この人がです。まず謝れよ。まず謝ろう。いやじゃない。まず謝ろう。いやお前。まず嫌じゃない。まず謝ろう。せーの。ゴダトップジオです。僕たち8枚目のシングルヒッチハイカーはどこかにある愛を探す旅路がテーマになっています。リード曲のラブシーカーはソウルファンクがベースのリズミカルな楽曲で、サビにラブをたくさん連発します。勝手に体が動いちゃうような楽しい、振り付けと楽曲になっています。はい、そしてですね、なんとメンバーが楽器を演奏するシーンや曲全体にハートが散りばめられた振り付けなど見どころ満載のミュージックビデオも公開されているので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。ハイカーにかけて、はい、今回ヒッチハイクされたら乗せたいメンバーとして乗せたくないメンバ ー、 おー、なるほど、なるほど、自分で指差しで決めていきたいなと思います。乗せたいメンバー、まず乗せたいメンバー、まず乗せたいメンバーからいきましょうか。メンバーゼロですけど、おそうなってくるとおい、それ言ったことによって自分が選ばれて乗せたくないの。あ、だからまず自分がその運転してるってことですよね。そうですよね。免許はない方はじゃあ選べないです。確かに免許はない方はちょっと無理だな。チャリチャリ乗りたくないもんね。一応ヒッチハイクしたことあります。何のプラスにもなる。何やこれ、経験者。あ、そうなんだ。言っておこうかなと思って。せーの、ドン。マジで武器から乗せたいです。乗せたい。スカイ。お、スカイ。で、警護は翔也ね。翔也。おお。で、翔也がルキか。ルキ。で、匠はマメです。マメ。で、マメが翔くん。おお。スカイが匠くん。匠。レンがマメです。マメ。純喜が翔くん。おお。で、俺はルキ。で、翔星。翔星。翔星はシオンで。おお。ってことは誰が分かんない。分かんない。分かんない。ルキ君が2人、ルキとショウ君が2位です。マメも2位です。マメも2位です。じゃあ頂上決戦します。頂上決戦。頂上決戦。頂上決戦。やっぱ疲れてますね。じゃあルキ君か、ルキか俺かマメ。オッケーオッケー。じゃあその3人だけね。俺らはやっ、ルキかマメちゃんか。いや俺たちはやらない。やらないです。いくよ。ルキかマメ君かショウ君。混ざっちゃった。混ざって、しっちゃかみちゃう。その3人を選んだ人以外が選べる。確かに。オッケー。そうやな。じゃあ俺は。オッケーオッケー。ほんで俺ほんまにゼロかい。さっき言ったから。ほんまにゼロや。さっきやっ、変なこと言ったから。クラウはな。ちょっと読みた。はい、いきまーす。はい、せーの。ルキかやね。ルキ、ルキ。ルキやな。ルキくんちゃう。ルキが多いですね。勝ちました。勝ちました。おめでとう。ヒッチハイカー賞。ヒッチハイカー賞いただきました。なんでポイントは何ですか。なんで最初に選んだ。いや、それはですね、理由。僕がおしゃべりで、ルキ君も結構おしゃべりなんで、その眠たくならないなと思って。おしゃべり。安全。いや、結構しゃべりますよ。結構しゃべります。ドライブ行った時に結構しゃべってくれて。でもどっちもおしゃべりだった場合、どっちも聞く側に回らないってことですよ。でもそれは聞けるしね。そう、聞けるし、おしゃべり、つまり聞けるし話せる。つまり。そう、いや、キャッチボールができる。つまり。説明しよう。こいつ説明下手くそだ。話すの下手だ。そういうことなんですよ。一方通行じゃなかったんだ。そうそう。聞いてくれる。実は聞いてくれてる。そうなんです。実はね。あ、じゃあそんなルキは誰を選んでたんですか。俺ね、スカイ選んだ。おお、待って、ルキ君がさ、俺のこと選んだ時にさ、それはないわってないんですよ。決めてんの。それは言えわってないんですよ。じゃあこれね、ずっとなんかモヤモヤしてた。じゃあこれ理由あんの。何ですか。前回結構いろんなところでも話してますけど、まあ翔星と翔也とドライブ行ったんや。あ、行ってたね。で、その時にスカイからも連絡あったんや。おお。行きましょうと。そうそうそう。だけど、その時来れなくて、まあ、リベンジって意味で連れて行きたいな。行きたい。マジで行きたい。なのに、俺刺してなかったからやめます。違う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 行きたい行きたい。ヒッチハイクする側でしょ。あ、そっかそっか。ヒッチハイクする側。拾う側。拾う側ってなると、
なんか高見くんほらルキは嫌だ、ルキは嫌だね、バギーノイズしてましたバギーノイズえバジーノイズバジーノイズごめんなさい、話してほらね、バギーのやつもやってたから壊れてないよ多分車が壊れてないようでなんで俺直さない直すようにこのチャンネル拾われて直さないでもなんかもう一個あって、でルキくんと迷ってたんですよ。でルキくんは、その僕勝手に個人的なんですけど、あのなんていうの、車乗ってる時にさ、窓絶対開けるやんか。ああ、はいはい、で窓開けて涼みながらこう、うん、なんかこう眺めてる姿が俺すごいいいなと思ってて、だから自分が乗してる時に涼みながらこうかっこいい顔見てたら、なんかこう酔いしれそうで、酔いしれそう。あ、じゃあ赤い前向いてください、前向いてください。赤いじゃあ酔いしれそうじゃなくて、ただ車に酔ってるだけ車酔いだだけだから車酔いでこうやってるだけだから何もかっこよくない、そういうことか、何もかっこよくないから、しんどいだけ、ただしんどいだけ。後付けでしたね、すごくまあ、俺の傷に絆創膏貼ってくれたうまいな、申し訳ないです。でもお前ゼロやからねゼロやった。乗せたくないメンバーはもう乗せたくないメンバーは決まりたくない。俺しかないじゃんゼロやからマジでなんで。そして僕たち11人のリレー連載企画 JO1 のマイ無限大ラブが目覚ましメディアでスタートします。ありがとうございます。はい、リレーということでね、あのトップバッター誰からいきましょう。ということでくじ引きご用意しております。はい、おーすごいスタッフさんすごい、なんか髪の毛のすごい。じゃあ僕から引いていきます。その私で、このまま私、はい、皆さんあの一斉にオープンします。少々お待ちください。はい、これに書いてあるんですね。書いてありますよ。ほい、これやろな、トップバッター大事ですから。2つ目のああ、関係ないそうだね、これ関係ない。このリレーのトップバッター次第で決まる。まだやってもうちゃうな、もうちゃうな。おみんな早いって。おテレビ初めてか。せーのでいきましょうか。せーのでいくんだよ。いきます。いきますか。いきますか。はい、じゃあ皆さんせーのオープン。おお、トップバッターお願いします。まめちゃんでした。これが空いてる。なるほどね。はい、はい、やっぱりまめか。何について話すの。すごいね、まめだ。僕あの好きな胸トレーニングを。あ、筋トレを。あ、ちゃう、え、好きなもう胸だけ。胸トレーニングの種目。消化しすぎて絞りすぎて体も胸にそんなにトップバッター胸胸の種目でちょっとやろうかなと。見てくれるかな。これは売れマニアックすぎるやろ。売れるのこれは気になるな。ということで皆さんお楽しみに